いいか、ここにコンビニがあるんだけど、1日の来客数が平均600人、1人700円使うとして42万、その売り上げは翌日バイトが徒歩で銀行に入金に行く。え、強盗？この日のために頑張ってきたんだ。ほら、人生変える一日にしようや。たった今舞台袖において事故が発生し、継続が不可能と判断しました。だった終わっていいかお前、止めたら全部終わりだぞ。全部芝居再開します。先が見えてるんだよ。敵だ。お前ここの200人が全員目撃する芝居じゃねえ。だからクソなんだろ。なんで夢を追うのに怯えなきゃいけねえんだよ。